ドキデンリッシュ。えい、それから宣言を紹介しね。この宣言はどこがおかしいでしょう。おかしくない場所は自分で頭で思いつけばこれを飲む。この宣言で買ったらお釣りも宣言でした。ラッキー。これはどうでってんかっていうと、なんとベルマークをもらえましたから。ですが今日の番組はお話、おもちゃでお話、ちょっと、はい、セットはこれだけでいいんです。ちゃんと見えるから、これだけ、はあ、ちゃんと見えるようにして、ちょっとこの辺にしたくない、いいかな、いいかな、まあいいか。始めましょう。みんなで楽しくお買い上げです。これを買いたい人は、これもらいたい人は、ちょっとこれとかね。スタート。うてってれってれてぃね、ここです。ここが目影になっちゃいました。ではこれを見てみます。コーマンが回る日がけ、コーマンがみ、おい何やってんだ、そうだそっちこそ何やってんだ、見ろよ僕ちゃん、うらやましいでる、そうだそうだ、うん、俺たちなんかここの家に住んでるんだぜ。どんな家、後で見してやるから、あっちにシッシッと。おめえはこんなもの、こんな宣言なんか持ってるもんか。はい、おせんねんです。はあ、キリン3つオレンジは持っているのか。持ってありませんが、それはこれだ。ロケット、そうだり、おめえらたちよりもあそこ、あれの方がかっこいいんだぜ。俺たちの方がすごい珍しい宣言を持っている。そんなものは俺たちで思うせ。僕たちリンリン花火会、花火で僕たちが作った、僕たちが作ったスーパートロネーター。宣言を作れる、いろんなものでも作れるセロネーター。あれ、絶対に許すんだよ。あと僕たちが作ったスーパートロネートルガードホーム、そのガードホームはここの一番下の、なんて話したんだ、
聞き取れ。お任せください。飛行機が喋った。なんで知らないの？昨日あ、僕ちゃんが変なことしてると、僕が戻るときに変な声が聞こえて、いきなりおめえ、俺たちの飛行機がいなくなったんだよ。どう言ったの昨日？あ、外に出ていい景色を見たいんだ。ケミヒ言ったんだ。あ、わかる。マスカ、これを探してたの？景色を見たいんだわ、嘘で。ああ、それ。でもなんで？僕たちだってそこにいるんだぞ。ここに？ほら。ピピピピピ。ほんとだ。ここはフェラリーマンド。ああ、僕たちそこにいるよ。あ、お見えますか？警察さん。うん、警察さん。あ、そうだけど。ああ、知ってる。隣町の警察さんだ。やめろよ。だって、下に書いてあるもん。そうだ。俺ちゃんの部屋に見せてあげよう。ありがとう。勝手にしろ。あれよ。1000円だってば。はい。次の続きは明日でご覧ください。See you!